日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島福田東塚東塚は、岡山県倉敷市水島にある地域である。なお、東塚と隣接し、共に第一福田小学校区を形成するなど歴史、生活面で、つながりの深い松江、中梅、南北地域も、東塚と共に開設する。上記の東塚周辺地域は、福田の南部に位置し、 かつての小島郡福田日田村の中南部にあたり、明治初期頃までそれぞれ、小島郡東塚村、松江村、中瀬村、南保村を名乗っていた。水島市所管内の中央南寄りにあたり、東西、南北、各 2.5km のほぼ正方形のエリアである。倉敷市本庁舎からは南へ約 7km に、置し、 南側に、水島臨海工業地帯と隣接北には、北瀬、北東に古神殿東に帯松、西には、水島市街と、それぞれしている。当地はかつては海域であった。高橋川が中世後期以降順次行われていった、干拓により、流路、川口部が南下していき、当地は、東高橋川川口沖へ位置するように変化した。 高橋川の中石作用により干潟が生まれていき、京方年間に福田村西沖が干拓された。その西方にあたる東高橋川川口沖に高塚源と呼ばれる広大な干潟が生まれ、三角州となり、天明年間に小島郡柳田村の名主、旧五平が神殿造成を岡山藩に申請し、許可を得て干拓を行ったが成功しなかった。 その後、道群味の村の野崎武史左衛門が判明を受けて、干拓を実行、加盟5年に完成し954丁7炭3世、あまりの神殿が開墾された。その後、福田神殿と命名し、かつて、福田村西方沖に干拓された同盟の、福田神殿は、福田古神殿に改称された。広大な福田神殿は6つに分けられ、北部は、 北瀬、中西部は中根西南部は南北、中東部は東塚、南東部は松江となった。このうち北部の北根を除く地域が当地にあたる。予備松村西方沖にあった大島という島は福田神殿開墾により福田神殿と陸続きとなった。現在、松江の南部にある大島山がかつての大島である。 明治22年6月1日の町村政志向にあたり、現在の南北、中根、ね、北瀬からなる中根村と、松江と東塚からなる松江村が合併し、福田っ田村を新設。その後、同37年4月に、福田村と、予備松村と合併、新、福田村を新設するに至った。倉敷市に合併後、重症表記は、大技の一部に、 急丁名を監視、福田町としていたが、後に、現在のように、福田町を大技からと取り去った。昭和40年代にからの、水島臨海工業地帯の発展に伴い、市街化が進行し人口が急速に増加、地域社会も大きく変容し、新興都市的な気風が見られるようになった。 地区北部を東西に水玉ブリッジラインと接続する岡山県道428号が通過し中部を東西に国道430号また中部と東部をそれぞれ南北に大型道路が通過している西端部は南北に水島臨海鉄道が通過し時和駅と水島駅また貨物駅の東水島駅がある古くは米、麦、イグサ 綿花などを主産物とする農業地帯で近代以降は畑作が中心となっていたが、市街地下により商店、事業所、宅地が多く立地し、農地はほとんど消滅している。かつて同じ福田神殿であった北部の北瀬とほぼ同じような特徴を持っているエリアである。明治初期まで小島郡東塚村と称していた地区。 福田のほぼ中央部に位置し、岡山県道274号福太郎松線を挟んで東側に古神殿南部、広江西北部と隣接し、一帯は福田及び旧福田町の中枢地帯となっている。また当地に小学校などが置かれており、同学区を構成する東塚、松江、中根、ね、南保などの地区の中枢も担っている。 近世後期の福田神殿造成までは海域であった。田神殿造成後に区画された六村の一つで、福田神殿の東部に位置するため、福田神殿が造成される前にあった、高津加減の東部という意味で、東塚と呼ばれるようになった。明治期になり、明治十一年南側にある松江村と合併し、新たな松江村を新設。明治十二年六月一日に、 西隣の中梅村と合併し、福田日田村を新設、後福田日田村を経て、福田村となった。現在、北部を県道428号線が、南部を国道430号線がそれぞれ東西に走り、さらに県道274号を含め、幹線道路周辺は、商店、事業所などが林立し、それ以外の地は、宅地が密集し、 古くから多く見られた農地はほとんど消滅している。福田の南部及び水島市所管内の中南部に位置する。明治初期まで小島郡松江村と称していた。地区南部に大島山という近世後期の福田神殿造成まで島であった丘があり、現在は地区のシンボル的存在となっている。当地は、 福田神殿造成後に6つに区分されたうちの南東部にあたる。地名の由来は、王島の東岸に松江という古くからの集落があり、松江集落を含む大島と神殿の東南部一帯を、この集落名を取り松江村と命名したことによる。明治期になり、明治11年に北隣の東塚村と合併し、新たな松江村を新設。 明治22年6月1日に、西隣の中宗村と合併し、福田日田村を新設、後福田日田村を経て、福田村となった。近代になると、松江南側の海域が干拓、埋め立てされて、水島臨海工業地帯の一部となり、景観が一変。現在は、牛を通の地名を称している。そのため松江の南側あたりは、事業所。 工場が多く立地している。かつて、牛尾通の地には、聖、姫島及び花栗島と呼ばれる二つの岩礁があったが共に陸地化した。また、大島山は南側に、水島臨海鉄道の貨物駅である東、水島駅が造成され、さらには土砂採取のため、かつて山形を崩してしまった。大島山山山中には、現在も、 琴平神社が祀られている。福田の中西部南寄りに位置し、明治初期まで、小島郡中瀬村と称していた地である。近世に、福田神殿造成された後に六花村に区分された、うち中西部にあたり、道日田の中寄りにあることで中宗と名付けられたと、される。明治期になり、明治11年に北側にある北瀬村、南側の南保村の両村と合併し、 新たな中宗村を新設。明治22年6月1日に、東隣の松江村と合併し、福田新田村を新設。後、福田新田村を経て、福田村となった。北側の北宗同様に西側に、水島中心市街地があり、境界部を、水島臨海鉄道が通過し、時和駅と水島駅がある。国道430号や岡山県道428号。 倉敷西環状線が東西に走り、かつては農地が多かったが、現在は市街化が進行し、農地はほとんどなくなった。国道沿いを中心に商店、事業所が多く立地、それ以外の地は宅地が多くを占める。福田の南西部に位置し、明治初期まで小島郡南保村と称していた。かつての福田神殿が造成された後に区分された六。 河村の内の南西部にあたり、道日田の南寄りにあることで南歩と名付けられた。明治期になり、明治11年に北側にある北宗、ね、中瀬良村と合併し、新たな中宗村を新設。明治22年6月1日に、東隣の松江村と合併し、福田日田村を新設。後福田日田村を経て、福田村となった。古くから農地が多かったが、 近代において造成された南側の土地は、水島臨海工業地帯の一部となっていることから、当地にも事業所、工場が多数立地し、農地はほとんど見られなくなった。全域が第一福田小学校区。全域が福田万中学校区。ありがとうございます。